はい、じゃあね、今から世界の食糧問題を考える単元の演習問題やっていきたいと思います。はい、問いの1番からいきましょう。問いの1番なんですけれども、 1,2,3,4 とあってですね、穀物の自給、国内自給ができているかできていないかっていう面を見たときに、2番の文章を見てくださいね。2番の文章は国内消費を上回る穀物の量を、生産しって書いてあるから、自給が十分に足りていると読める。で、3番に関しても、穀物を輸出しっていうのを書いていることから、国内需給が行われている、穀物の国内需給が行われているっていうことが分かります。一方で1番と4番に関してなんやけれども、国内需給を満たす穀物を生産していないって書いてあります。で、4番に関してもですね、商品作物の栽培は盛んやけれども、はい、穀物の自給率は低いっていうのが書いてあります。で、このアラブ首長国連邦、ポートジボワール、パキスタン、フランスの中で国内自給がですね、保ちそうな国を2つ、保ちそうにない国、まあ、保ちそうな国は絶対に、まあ、フランスは出てくると、うん、で、ポートジボワールに関しては今までも出てるように、商品作物の、ね、栽培は盛んやけれども、米みたいな主食に関しては輸入してるっていうのが分かります。はい、なので、パキスタンとアラブ首長国連邦の比較なんですけれども、アラブ首長国連邦っていうのは石油は取れるけれども、農業とかっていうのはあまり盛んじゃない、乾燥が、してるから、あまりね、農業には盛んじゃないということが分かる。そのことからこっちを、はい、自給できていない国、パキスタンを自給できているとしてください。で、次に、まあ、ここの、ね、区別は別にいいんです。だからポートジボワール求めたいのは1か、4どっちかが分かればいいんですけれども、はい、まず 2,3 の見分け方なんですけれども、2のところでは栄養不足に陥る人も見られる。これフランスにはいないよね。はい、栄養不足、っていうことはですね、要は貧困層が、生活していくのがなかなかしんどい国っていうこと。フランスはそこまではないっていうことから、こっちがはい、パキスタン、はい、3番がフランスっていう形になります。はい、で、じゃあどっちがコートジボワール、どっちがアラブ首長国連邦なのか。はい、コートジボワールは商品作物の栽培、この商品作物って何な、はい、カカオ豆ってやったよね。はい、なのでこっちがコートジボワール、こっちがはい、アラブ首長国連邦っていう形になります。はい、以上より答えなんですが、4番を選んであげてください。はい、じゃあ次の問題行きましょう。はい、じゃあ次の問題は、食料問題と、まあ、医療問題とか経済状況まで絡んでくる問題なんですけれども、はい、考え方としては、はい、ここ。要は、供給量が非常に多くて太ってる人が多い。どこの国なのってなった時に、これはアジアではなかなか見られない。アジアでは太ってる人ってまあそんなに多くないんですよ。はい、なのでこっちがニュージーランドかアメリカかのどちらかになります。だから日本を求める時は 2,3,4 のどっちかってことになりますね。はい、で、じゃあどっちがどっちなのかっていうとこと、アメリカっていうのは経済状況がニュージーランドよりも多くて、かつアメリカの医療っていうのは自己負担なんです。だから一人当たりの医療、関連支出っていうのは大きくなるっていうことから、こっちがアメリカ、こっちがニュージーランドになります。じゃあ日本と韓国どっちの方が一人当たりの医療関連、支出多いのかっていう話になるんやけど、これっていろんな、ことが考えられます。例えば高齢化が進むと、年を取るごとにですね、医療費っていうのは増大していきます。ただまあ日本の場合はね、そうとも限らなくて、高齢者になると医療費っていうのが、まあ、個人負担のね、医療費っていうのが抑えられるっていうケースもあります。ただこれ韓国と比べてみたときに、日本と韓国経済水準どっちの方が多いですかってなったときに、日本の方が経済水準高いじゃないですか。だから医療の欠けてる額っていうのも日本の方が高くなると考えられるよね。はい、なので4番が日本、3番が、はい、韓国っていう形で考えてあげてください。
はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ問いの3番いきます。問いの3番なんですが、いきなり答え言っちゃおうと思います。はい、答え1番になります。はい、これなんで1番って言えるのかっていうと、まあこれね、アメリカは世界最大の穀物輸出国、小麦とかトウモロコシ輸出してるよね。で、穀物の、に影響を与えてるのは、この穀物メジャー。と呼ばれるものでした。はい、ということから1番が正しいってわかります。はい、じゃあ2番何が違うか見ていきましょう。2番なんですけれども、緑の革命って出てきてるよね。この緑の革命は、アフリカでは行われていませんでした。どこで行われてたかっていうと、アジアでしたね。主にアジア。で行われていたものなので2番は誤りっていうことになります。はい、3番見てみよう。3番なんですけれども、確かに、石油資源の枯渇というのは産油国にとって非常に重要な問題なんですけれども、それによって伝統的な農業が復活したっていうことはありません。はい、3番が誤りになります。4番いきましょう。4番に関して言うならば、市場経済の行き詰まりっていうことが書いてあるけれども、別に中国は市場経済が行き詰まったわけではありません。まだ世界第2位の経済大国っていうことになってますね。はい、以上より答えなんですが、1番としてください。はい、じゃあ次行きましょう。はい、問いの4番行きましょう。問いの4番は日本の自給率に関する問題です。はい、1番なんですけれども、これ1番は合ってますよね。昔は和食中心やったのが、パンであったりとか、まあ、スパゲッティみたいな洋風、食の欧米化が進んだとも言われていますよね。ヨーロッパとかアメリカの文化が流入してきたことによって、そのね、需要を輸入。例えば小麦とかっていうのは、日本ではなかなか取れませんので、それを輸入で補ったからですね、食料自給率っていうのが低下、ね、していきました。はい、1番合ってますよね。はい、じゃあ2番いくよ。はい、2番いきましょう。2番なんですけれども、その通りですね、アメリカでは小麦とかトウモロコシっていうのが非常に余ってました。実は日本の学校給食、戦後すぐですね、始まったんですけれども、それは、アメリカがですね、その在庫っていうのを要は日本にね、日本に学校給食することによってなんとかさばこうってしたことが始まりだと言われています。だから最初の給食っていうのはパンやったんですね。パンが多かったんです。はい、なので2番これも正しいですね。はい、3番なんですけれども、実際そうなんですよ。農薬とか肥料を大量に投入したりとか、農業の大規模化を図ることによってアメリカ企業と対抗しようとしたんです。ただアメリカ企業の農業っていうのは非常に大規模、ね、日本がいくら大規模化を図ったところでですね、比べ物にならない。まあそもそもね、国土面積は全然違うから。日本の国土面積38万平方キロメートルと言われていて、アメリカが960万平方キロメートルやと言われています。そのことからもね、圧倒的にアメリカの方が大きくて、それは農業できる土地も多い、しかも少ない人数でやってるっていうところで、なかなかそれ価格競争では国外のものに対抗できなかった。はい、これが正しい。で、4番がこれ違うよね。4番なんですけど、生産調整、政策、まあ、減反政策とかですよね。それが行われていたんやけれども、はい、農地が林地、林になったわけではないですよね。要はそれまで水田やったものが、例えば何になったかって言ったら畑に変えられたっていうのが、この生産調整政策の、例でしたね。減反政策、の例になっていました。はい、ということから4番が違うよということで、答えが4番になります。はい、じゃあ次行こう。はい、で、次の問題、これはですね、共通テストの試行問題なんですけども、共通問題のポイント、共通テストのポイントっていうのは、とにかくデータ量、文章量が多くなってる。だから、センター試験で35問やったところが30問に減ってるんです、共通テストではね。まあ、それは文章量とかデータ量が増えてですね、受験生に、より1問の問題に、データ分析、をしてほしいっていうのも背景に現れてるのかなと思います。で、試行テストを見たときにですね、大問2とか、
がちょっと時間かかるかなっていう節もあります。大問1ってオーソドックスな問題が出てるんですけど、大問2ちょっと変わってたりもしますんで、まあ、そういうのも踏まえて解いてみましょう。ですがこの問題も実際ねそんな難しくないんですよ。ポイントさえ分かれば、いやそんなん常識やん、むしろそこまで書いてくれのっていうところなんですが、例えば表2を見てください。表2なんやけれども、アフリカとかで、栄養不足人数が非常に多い、そんなもの知ってるよって思うよね、うん、で、ラテンアメリカは一番少ないと、でアジアとオセアニアが同じぐらいっていうことになってると、うん、で、はい、このアとイ、どっちが人口増加率でどっちが穀物の自給率なのか、表1とか参考にしたらいいんかなとかって思うかもしれんけど、こんなの表2ね参考にせんでも分かりますよ。なんでなのかっていうと、例えばここ見ようや、アメリカ、今までも出てきたようにアメリカって穀物たくさん輸出してんねんから自給率高くなるはずやん。ほらアメリカがこっちはこうやねん、青な、で E はこっちが中やねんってなった時に、当然アメリカが高位なのが穀物の自給率、つまりアメリカが中位になっているのが人口増加率。まあそれ以外にもほら、アフリカの地域っていうのが これ非常に中位であったりとか低位の国が見られる、はい、それは栄養不足になるよねっていうことが、でこっち人口増加率多いんだって、アフリカとかって人口爆発だもんっていうことから、 A が穀物の自給率で E が人口増加率っていうことが分かります、はい、でっていうことからですね、1番か2番かのどっちかなんですね。1番か2番かのどっちかで、ちょっと下をですね、はい、で2番と1番と2番の見分けなんやけれども、ここの文章を持ったら見たら一目瞭然だよね。はい、ここ読んでみよっか。はい、いい？はい、例えば1番、栄養不足、人口率が高いところは穀物自給率が高い。そんなことないよね。だって穀物自給できてる国の方が、栄養不足の人が多い、そんなわけはない。はい、2番、栄養不足の人口率が高いところは、穀物自給率が低く、あ、そらそうやなっていうのはわかる。だから正直ね、ここの文章を見なくても想像つくね。だから、1と4は一緒に消えるっていうことなんだよね。はい、っていうことから答えは、ごめんなさい、2番になります。はい、以上で終わりになります。こういう新傾向の問題にも慣れていきましょう。そんなに難しくないから十分できると思います。じゃあこれで終わります。次回はですね、化石燃料と電力を求めるという単元です。しっかり頑張っていきましょう。じゃあこれで終わります。